八つみ事件とは、1951年に、山口県熊毛郡朝佐村8階で発生した、強盗殺人事件である。後の裁判で、被告人5人のうち4人が、無罪になった。1951年1月24日、深夜、山口県熊毛郡朝佐村8階で、河原製造業を営む夫婦が殺害され金銭が、奪われる事件が発生した。夫は、 刃物で頭部をめった打ちにされ、胸を鈍器で殴られて殺害され、妻は鼻と口を塞がれて窒息させられた後、カモイから首をつった状態で発見された。警察の捜査の X が着ていたジャンパーには、被害者夫と同じ B 型の血液型が付着していたことや、事件後に、 X がタクシーや遊郭で使った10円札と続き番号の10円札が被害者宅に残されていたこと等の物証が存在した。X は同日の調べに対し自分一人で夫婦を殺害資金を奪い、さらに犯行を夫婦喧嘩に見せかけるために現場を偽装したと供述、単独での犯行を主張した。しかし警察は現場の偽装工作が単独犯ではなく複数犯の 仕技であると推定し、共犯者に関する供述を引き出すため拷問を加えた。一方の X も、自分の量刑を軽くしたいとの思いも手伝って28日に共犯者として、知人ら5人の名を挙げた。この供述に基づき、同日に妊婦の A、B、C、D が29日に妊婦の後を修平が逮捕された。後を c には窃盗の A には、 強盗と窃盗の前科があった。X は、事件は、後の主導により6人が共謀して行ったもので、あり、自分は重犯だったと供述していたが、ほどなく、D に、アリバイが成立し釈放されたのを経て、2月1日に、供述を5人での共謀に変更した。その後、後、A、B、C は、取調室の密室で拷問を受け犯行を自供した。 裁判では X は自らに関する基礎事実を認めた。しかし、あと A、B、C は捜査段階で警察官に拷問され虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件に関していかなる関与もしていない、無実である、と主張した。また X は、無期懲役が確定した1965年以降、刑務所から自分の単独犯であるとの上申書を17通。 最高裁に送っていたが、X が別の共犯者をでっち上げる、他人の極中式を表説する、などの問題を起こしており、また単独犯行の供述を撤回し5人での共謀を再び主張するなどしていたためにまともに取り合われず、すべて刑務所の職員が破棄していたことが後に判明した。裁判は以下の経過をたどり、最終的に X の無期懲役判決と後を A、B、 真への無罪判決が確定した。一審裁判所の山口地裁岩国支部第一次公訴審。判決後、正木博士弁護人は、著書、裁判官人の命は、権力で奪えるものかを、原田軽オ弁護人は、著書、真実や罪裁判金を発表し、この裁判の冤罪性を国民に訴えた。さらに、その冤罪説に対し4人に有罪を下した山口、 地裁裁判長の藤崎林が裁判官は弁明せずの伝統を破り、八海事件裁判官の弁明や、証拠続八海事件という反論文を出したことも注目されたが、この反論本は集合時間などについて自身の判決から訂正、再訂正をする形になったため批判を浴びることになった。1956年、映画監督の今井正は、まさの著書をもとに映画、 マヒルの暗黒を制作して、この裁判の冤罪性を国民に訴えた。裁判は、地裁から第三次最高裁まで、被告人後、A、B、C に対して、7回の判決で、有罪無罪有罪無罪と事実認定が、変遷し、基礎から判決確定まで17年がかかる、長期裁判となった。1971年、無期懲役判決を受けて、 広島刑務所で服役していた X は、事件以来20年8ヶ月ぶりに仮出所となった。X は、鉄工所に勤務しながら原田弁護士の事務所を、たびたび訪問し、4人への謝罪案疑も言った。その後、仮釈放中の X は1976年に、広島県で27歳の男性を締め殺そうとした、容疑で逮捕され、殺人未遂罪で、 起訴されて裁判中の1977年7月11日に49歳で病死した。あとは1968年に主記、八海事件獄中日記を発表し、大阪市内で運送業を営む傍ら、死刑廃止運動に奔走していたが、2011年4月28日、肝臓癌のため84歳で死去した。ありがとうございます。